アドリアディアス・ブロンチュドは、スペインの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、オリビアスマート、サラ・ウルタド。2014年ソチオリンピックスペイン代表。スペイン選手権、優勝4回。一般的に使用されているアドリアディアスはスペイン語の表記で、カタルーニャ語では、アドリアンディアスと表記される。2018年4月13日。 アメリカ代表のアイスダンサーであるマディソン・ハベルにプロポーズを行い婚約した。シングルスケーターとしてキャリアをスタートさせる。一度はスケートを辞めることも考えたが、コーチの勧めもあり、2008年にリヨンでのトライアウトにてサラ・ウルタドとカップルを結成。ジュニアグランプリに出場し、スペインで国際スケート連盟の競技会に出場した初めてのアイスダンス選手となった。また、 スペイン選手権でもアイスダンス種目が行われ優勝した。2009から2010シーズンからはジュニアグランプリで2大会に出場。さらにババリアンオープンのジュニアクラスで優勝し国際競技会で初の金メダルを獲得した。2010から2011シーズンは欧州選手権や世界選手権にも出場した。前年ジュニアクラスで優勝したババリアンオープンでは シニアで3位となった。2011から2012シーズンから完全にシニアクラスに移行し、グランプリシリーズのエリック・ボン・パール杯に出場。12月に拠点をカナダのモントリオールに移し、2006年及び2007年世界選手権、アイスダンス銀メダリストのパトリス・ローゾン、マリー・フランス・デュブレイ夫妻にコーチを変更した。2013から2014シーズン。 ネーベルホルンハイで8位となり、ソチオリンピックの出場枠争いの最後の1枠に滑り込んだ。欧州選手権では10位に入り、アイスダンスの出場枠を初めて2枠に増やした。オリンピックは、スペインのアイスダンス選手として、初めて出場し13位に入った。2014から2015シーズン、リオンから移籍してきた、ロマン・アグノエルを新たに、コーチングチームに加えた。 欧州選手権では5位、世界選手権では14位となった。2015年10月16日、ウルタドよりカップル解消が発表された。2015年12月、イギリスのオリビア・スマートとのカップル結成が報じられた。エドリアン、エスプロフィール・アーカイブド2014年2月6日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、マディソン・ハブル・アン・ウンセス、エンゲージメント・ツー・スパニッシュ・アイス・ダンサー。 エイドリアン・ディアズ・ハット、スパン・アーズ、オン・アイス・ミート・サラ・ハート・ド・エイドリア、ディアス・アブソルート・スケーティング2013年1月18日、国際スケート連盟によるウルタド・ディアスの、バイオグラフィー、サラ・ウルタドのフェイスブックより10月16日の、投稿、ラブ・リター・ニーカ・オリビア・スマート・パドリア・セール・ラヌエバ・パレジャ、デイドリア・ディアス。ありがとうございます。